磯村岩尾は、日本の実業家。遺体は、西洋位。君党は朝日、重光明。在名古屋オーストリア共和国名誉領事。名の、岩尾は、岩の旧事態のため、新事態で、磯村岩尾とも表記される。トヨタ自動車工業株式会社での勤務を経て、中部経済同友会代表幹事、トヨタ自動車株式会社副社長。 トヨタ自動車株式会社副会長、学校法人トヨタ神戸整備学園理事長、名古屋商工会議所会等などを歴任した。1932年12月21日に生まれ、山口県にて育った。1956年、トヨタ自動車工業に入社した。1982年、後半合併により、トヨタ自動車工業は、トヨタ自動車販売と統合。 再編され、新たに、トヨタ自動車が発足することになったが、引き続き、トヨタ自動車に勤務した。1984年9月より、トヨタ自動車の取締役に取り立てられた。1988年9月には、取締役の一人として常務に就任した。1990年9月には専務に承認した。1992年9月には副社長に、承認した。 在職中に超円高と呼ばれるほどの急激な円高に見舞われ、不況が深刻化したことから、1995年3月に、円高は賃上げ10%相当と指摘し、円高で賃上げの余地はないと述べた。そのため、春季労使交渉においては、雇用を確保する観点から賃上げの抑制を主張した。また、これまでの実績により、この頃から、 トヨタ自動車の次期社長候補の一人と目されるようになった。しかし、最終的には、磯村と同じく1992年9月より、副社長を務める奥田博士が、次期社長に内定し、1995年8月に、正式に就任した。磯村はその後も副社長に留まっていたが、1996年6月に、副会長に就任した。 1997年11月には、これまでの業績により、乱受報章を受賞した。その傍ら、様々な公的な役職も兼任するようになった。トヨタ自動車専務在職中の1992年度から1994年度にかけて、中部経済同友会の代表幹事を兼任している。その後、関西自動車整備専門学校を設置、運営する。 学校法人である豊田神戸整備学園においては、豊田昭一郎の公認として、第二大理事長を兼任することになった。豊田自動車副会長在職中の1996年9月に理事長に就任し、2001年5月まで務めた。また、2001年10月には、オーストリアから在名古屋名誉領事の称号が送られている。なお、このような経緯により、 在名古屋オーストリア名誉領事館は、トヨタ名古屋ピルに設置されていた。さらに、2005年日本国際博覧会の開催を、目前に控え、在会からの要請に基づき、名古屋商工会議所の回答に就任することが内定した。2000年3月、第24代回答に正式に就任した。なお、トヨタ自動車出身者が回答になるのは、史上初めてであった。 このように、トヨタ自動車の副会長としての職務をこなしながら、兼任した様々な役職の職務もこなしていた。2002年には、モンツァサーキットを視察しており、その際に初めてフォーミュラ1を観戦している。しかし、2003年に体調が悪化し、同年5月より入院していた。翌年1月2日、トヨタ自動車副会長や名古屋商工会議所会頭に在職中のまま、 トヨタ記念病院で死去した。名古屋商工会議所とトヨタ自動車による合同葬で送られた。また、これまでの業績により、聖音医と朝日、重光明が送られた。名の、岩尾は、岩の旧事態である、岩尾が正式な表記であり、トヨタ自動車の歴代役員を紹介するページにおいても、岩尾と表記されている。一方で、報道などでは新事態で、 岩と表記されることが多い。ありがとうございます。